少年ケニアは山川宗自作の絵物語。また、それを原作とした派生作品。アフリカのケニアを舞台に孤児になった日本人少年渡るが仲間のマサイ族の酋長やジャングルの動物たちと冒険をする物語。1951年10月7日から1955年10月4日まで産業経済新聞に連載されていた。 少年ケニアは大人気となり、映画化、テレビドラマ化、漫画化、アニメ映画化なども行われた。その人気ぶりに、少年ケニアは週1回の掲載から毎日の連載になり、産業経済新聞が一時は、ケニア新聞と言われたほどだったという。山川総司にとっては、少年王者に次ぐ大ヒット作品であり、代表作ともなった。1984年に、 角川書店がアニメ映画化した際には1983年9月から1984年2月にかけて角川文庫より毎月3から4冊の廃本による全20巻が復刊された。この際、表紙カバー及びカラー口へ3点を新たに描き下ろし、巻末には悪友、小野幸生、片岡義雄、長井豪などの著名人が寄稿している。公式には、 日本文化輸入が禁じられていた1950年代の韓国でも海賊版の形で出版されて人気を博した。1941年12月、日本は新珠湾を攻撃、米へと交戦状態に入った。日本の商社マンとして英国植民地のケニアに駐在している村上大輔と10歳になる息子の渡るは、 敵国人として拘束されるのを恐れ、自動車で奥地へと逃れた。途中、渡るは、父とはぐれ、一人ぼっちとなるが、マサイ族の州長のゼガヤケートと呼ばれる、不思議な美少女と出会い、彼らの助けも得ながら冒険の旅を続けて、最後は父親に巡り会う。1953年より文化放送で、ラジオドラマが放送される。主題歌、少年ケニアの歌は、 山川総司が作詞。1954年10月13日に南左官映画制作の白黒映画が大英配給にて公開される。主演の伊藤貴一と系統役の上田道子は一般公募から選出された。ビデオソフトは一般家庭にビデオが普及する前の1981年頃30分に短縮されたビデオが 大映像事業部から発売されたことがあるのみで、その後一切再発売されていない。1961年5月4日から1962年2月8日まで、ネットで放送。モノクロ作品。放送時間は、木曜日18時15分から18時45分。4部作、全41話。制作は東映。ナショナルキッドの後。 番組として放送された。提供は、ナショナルキッドと同じく松下電気一社。予算は、ナショナルキッドの1本あたり100万円を上回る130万円がかけられ、このことはマスコミに大々的に宣伝された。原作と異なり本作の時代設定は1961年で、村上大輔も原子力科学者で、 国際アフリカ資源調査団の一員と改められた。主演の山川渡は、一般公募により1800人の中から選ばれており、芸名も本作に主演するためのものであった。新東方の主演スターだった、中山昌司、若杉勝子が出演しており、特に中山は、特撮ドラマ、ウルトラセブンでの桐山隊長役が広く知られているが、 子供向けのテレビドラマへの出演は本作品が最初であった。本作は1本あたりの制作費が130万円ほどで当時の通常のドラマ制作費の約2倍の予算だった。撮影所のオープンセット以外でのロケ撮影は東京都杉並区、久我山や熱帯雨林の雰囲気を出していた山林のあった神奈川県真鶴町などで行われた。 アフリカへのロケも行われたが、その関係で制作が遅れ、前作、ナショナルキッドが急遽放映を延長することになった。アフリカロケは、大草原などの風景や動物を撮影するために行われ、日本で撮影されたドラマ部分に挿入されて、臨場感を出している。東映チャンネルでは、第1話が何度か放送されたことがある。長年第2話以降のポジフィルムは、 行方不明になっていたが、後に、東映から全話文のポジフィルムが発見され、2017年に全話収録された DVD ボックスが発売された。ただし、東映チャンネルでは現在でも全話の放送はされていない。1990年頃に TBS テレビ探偵団で最終回のオープニングとラストシーンの映像が放送された。ラストシーンは空港。 渡るは、父親と再会し、日本に帰国することとなり、ケイトもイギリスに帰国する。渡るは、ケイトに、自分の吹いていたピッコロを、お別れにプレゼントすると、再会を訳して、騎乗の人となる。2017年2月8日にベストフィールドより全話が、収録された、デジタルリマスター版の DVD ボックスが発売。 週刊少年3ーにて1961年14号から1962年15号の間連載される。がは、石川久太が担当。1984年3月10日に、現馬大戦に続く、角川映画制作のアニメ第2作として公開される。同時上映は、スヌーピーとチャーリー・ブラウン。原作者の山川自身がオープニングとラストシーンの、 実写映像に出演した。そのオープニングは山川が語る後ろに挿絵が流れていくというものだったが浮いているような山川の全身と輪郭の家具という大林ワールドが炸裂している。監督にはこれまでに角川映画で3作品を監督してきた実写畑の大林信彦が起用され、大林は商業用アニメ映画でありながら様々な実験的、 前衛的な手法を取り入れた。さらに大林はアマチュアの感性も取り入れたいとも発案し、アニメーターが一般公募され、これにまだ高校生だったうるし、原里氏や細田守らが合格。細田は不参加だったものの、実際にうるし原がアニメーターとして作画に参加している。ケイトは12歳の少女と設定されているが、 一コマだけ陰列を露出するシーンがあり、当時の角川特番では、監督のささやかないたずらと称して紹介された。テレビドラマ版の主演を務めた、山川渡は、本作の興行について、風の谷のナウシカに完敗であったと証言している。上映後に、ビデオ化され2003年に、DVD 化され2008年に再発された。その露出と惨敗の成果レンタルは、 ビデオのみで DVD は非レンタルである。上映前にシナリオの決定校と絵コンテとスチールで構成された角川文庫、シナリオ少年ケニアが発刊された。三谷る中村稽古編、山川総治、少年王者、少年ケニアの絵物語作家、川で処防新社、2008年、ピアニッシも4、72から83。山中知恵、 ドラゴンボールと出会った韓国、暴力的で戦場的な他者としての漫画、漫画の中の、他者、伊藤奇妙編、臨戦書店、2008年、P101。番組史文化放送公式サイト内、宇宙船、ボリューム、10、1982年、朝日ソノラマ。ビデオコレクション1982-1981年、東京ニュース通信社。 週刊 TV ガイド臨時増刊12月2日号、AB、全怪獣怪人増刊、強文社、1990年3月24日、PP64 から65、C0676、ISBN4 から766909623。AB、超人が報告三角ヒーロー40年の歩み、竹処房、イオン編、竹処房。 1995年11月30日、52ページ。C0076。ISBN4 から884758749。ABC 芝市春海、60年代蘇る昭和特撮ヒーローコスミック、出版、コズミックムック、2013年12月5日、72ページ。ISBN978 から4から774758534。 AB 賞は懐かしのヒーロー番組、そうだったのか。最終回、P8 から11マナズル町は、解決ハリマオのロケ地でも有名なところだった。福島民報1961年5月4日から1962年2月8日付長官、テレビ欄。福島民報1961年10月19日から1962年2月8日付長官、テレビ欄。 北海道新聞1961年6月、テレビ欄。福島民報1963年7月6日から12月14日付長官、テレビ欄。福島民報1963年10月6日から1964年7月12日付長官、テレビ欄。ベストフィールド少年ケニア DVD、ボックス。 デジタルリマスター版2017年3月23日閲覧、中川うかい資料編、角川映画作品データ1976から1993、角川映画1976-1986、日本を変えた10年、角川マガジンズ、2014年、282ページ。ISBN4 から047319058。小黒祐一郎。 アニメ様365日第186回、少年ケニアウェブアニメスタイル2009年8月11日、前アニメ1983年12月号、秋田書店。たらい冬、初心者のための細田守入門、その3ウェブアニメスタイル2006年6月19日 SETTEI.net。ありがとうございます。